皆さんこんばんは。京橋サイクエリアマネジメント事務局の野崎と申します。本日は芸術文化講座ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。5月からですね、告知に書いてありますように、アート&ロジック株式会社の増村先生にお願いしまして、お送りしてまいりましたビジネスにおけるアートの効用効果について、本日はその第3回目になります。本日はゲストに石井食品株式会社の石井社長様をお迎えしまして、アートと食、経営にはアートが必要、これをテーマにお話を伺いたいと思っております。本日のタイムスケジュールでございます。約30分ぐらい増村さんのお話、その後石井さんのお話、それからお二人の対談という形で進めさせていただければと思っております。対談の時間帯にはご質問をお受けできますので、YouTube 画面のチャット欄から、ご質問メッセージをお送りいただけるとありがたいです。それでは、増村さんにバトンタッチしようと思います。増村さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。アート&ロジック代表の、増村と申します。本日は、3回シリーズの3回目と、となっております。ゲストにですね、石井食品、代表取締役社長の石井智康さんを、迎えてお話をさせていただければと思っております。石井のミートボール、石井のハンバーグといえばですね、もう私、昭和40年代生まれの、私としてはですね、とても懐かしくですね、まあ、周囲から必ずお弁当にミートボールが入ってたというですね、ところでですね、はい、まずは石井さんに、ご挨拶、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。石井食品代表の石井智康です。本日はちょっと自宅から、入らせていただきます。皆様よろしくお願いいたします。これあれでもう私説明しちゃってよろしいですかね。安村さんでいいですか。はい、はい、それではですね、はい、まず私の方から30分ほどですねお話を、させていただければと思います。本日のですね、お話に関しましては内的モチベーションと、外的モチベーションという、お話を、させて、いただきたいと、思います。はい。1回目、2回目ですね。ですね。復習になってしまうんですけれども、まずですね、今から500年前のルネッサンスの時代はですね、アートとサイエンスは、同じ、学問、でした。こちらですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの、異業の、数々ですけれども、いわゆるですね、レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、画家兼、研究開発者兼、そして発明家兼、エンジニアで、ありました。そしてですね、ここでサイエンス、アート、テクノロジー、デザインのですね、まあ、それぞれのマッピングなんですけれども、ロジックで問題提起、課題、価値の創造をするのがサイエンス。そしてですね、ロジックで課題解決するのがテクノロジー。そして、感性で課題解決するのがデザイン。そして、感性で問題提起、新たな価値の創造をするのがアート。という、ポジションであります。
こちらをですね、20世紀の半ばに、マッピングを、しますとですね、これ1950年代、後半なんですけれども、サイエンス、テクノロジー、デザインともですね、とっても結構レトロな感じがすると思います。ちなみにですね、この1950年代の最先端のテクノロジーは、この女の子が上に乗っている大きな箱の上に乗っているんですけれども、これは8メガバイトの、ハードディスクで、あります。今、私の、持っているスマートフォンも64ギガですので、まあ、技術の進歩っていうのはすごいですね。サイエンスもこちらは半導体なんですけども、今もうマイクロチップですけども、これ真空管ですので、だいたいこれぐらいの大きさですよね。これでノーベル賞を受賞したわけです。デザイン、これは昭和レトロなデザインですよね。まあ、懐かしくもありますけれども、今の UI、UX の時代と比較してみると、まあ、とってもレトロで古いなっていう感じがしますよね。ここでですね、このアート、これ、見ていただきたいと思うんですけれども、先ほど申し上げましたデザイン、テクノロジー、サイエンスに比べると古臭く皆さん感じますでしょうか。今見てもやっぱり斬新ですよね。つまりアートというのは感性で問題提起をして新たな価値の創造を、するわけです。しかもですね、アーティストたちは普遍的な価値の創造を常に日々行っておりますので、やっぱり一向にやっぱり色褪せないわけで、ありますよね。はい、さあ、ここからですね、今日の本題に入りたいと思いますけれども、去年、私が読んだ本で一番面白かった本が、レオン・ダ・ヴィンチ上下巻ですね。こちらはアメリカで一番有名な電気作家のウォルター・アイザックさんという方がですね、書いてですね、レオナルド・ダ・ヴィンチですね、電気です。極端にサマライズしますと、レオナルド・ダ・ヴィンチというのは、仕事の6割は未完成で放り投げてました。そして、好きなことしかやらない。しかしながら、探求心の塊であり。そして、飽きっぽい。そしてですね、何と言っても特徴は、常に腰からノートを、ぶら下げていたわけですよね。まあ、探求心の塊ですから、目に入ったものをですね、腰のノートを使ってですね、スケッチ、デッサンとしていたわけですよね。まあ、好きなことしかしないし、飽きっぽいんですが、とにかく観察力、そして、興味の対象が幅広く、いわゆる今でいう、マニアとかオタクだったのかもしれません。まあ、それの圧倒的なですね、まあ、熱狂というか、集中がですね、いろいろなですね、発明を生んだのではないかと思っております。さあ、次に外的モチベーションと内的モチベーションのお話をさせて、いただきますけれども、いわゆる外的モチベーションというのは、モチベーションが外から、降ってくるわけですよね。例えばですね、まあ、私も以前、会社員時代はですね、営業を経験したことがあるんですけれども、例えば、人参をぶら下げられるわけですよね。例えば営業の目標ですとか、それをですね、達成するとインセンティブもらえたり、ボーナスの査定がアップする。つまり、モチベーションが外からやってくるわけですよね。一方で内的モチベーションというのは、まさにダ・ヴィンチがそうだったように、自分の中からですね、やりたいこと、欲求が出てきて、それに対して自分で目標設定を行って、それに対して、様々な行動を起こしていくわけですよね。まあ、まさに今このコロナ禍の状態でですね、まあ、全てのものがですね、ガラ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 と真っ白な状態になっているときですね、やっぱりパラダイムを乗り越えるためには、やっぱり内的モチベーションはとても私は重要だと思っております。まあ、ダ・ヴィンチは、ルネッサンスの時代にですね、様々な、01をですね、行ってきましたよね。で、一般的に、0101と言ってるのはですね、実は私はこう定義しております。これメタファーとして海抜ゼロなんですけれども、海抜ゼロっていうのは自分のあれですね、思考、意識の下に
自分がおぎゃーって生まれてから、今の年齢までにいろんな体験とか、さまざまな記憶とか、思考ですとか、経験が、まあ、海の底にあるわけですね。それをポーンとですね、表出されることをですね、ズル1というふうに考えています。まさにダ・ヴィンチもですね、腰からメモをぶら下げてですね、いろんなものを観察してですね、どん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 自分の意識下にですね、記憶とか体験を貯めていったわけですね。まあ、それがある日、突然ですね、モナリザの微笑みの、まあ、声を書こうというようなアイデアがポンと出てくるのは、まさに海抜ゼロの下にですね、様々な思考とか体験とか記憶とか経験がある。つまりですね、ゼロから1を生み出すためには、やはり、いろいろな体験とか、いろいろな思考とか、いろんな記憶とか経験というのをですね、多分おそらく脳内に溜めていく。つまり、インプットが、とても、重要であると、思います。さあ、続いてですね、バスケットボール型組織と野球型組織というお話を、させていただければと、思って、おります。こちら、どういうことかと申しますとですね、実は私、去年のですね、10月にですね、カリフォルニアの UC サンディエゴ、ユニバーシティオブカリフォルニアサンディエゴ校でですね、実は簡単なワークショップを、させていただきました。招聘いただきましたのが、UC サンディエゴのイノベーションセンターと組織開発のですね、先生から、まあ、ありがたいことにオファーを、いただいて、お伺いしたときにですね、その先生は日本人の先生なんですけれども、やはりなかなか日本はイノベーション起こらないでしょうと。それはなぜかというと、実はですね、日本っていうのは野球型組織なんですよと。一方で、アメリカの企業っていうのは、バスケットボール型組織がいっぱいいっぱい集まってるんですよと。どういうことですかというふうに聞きましたらですね、松村さん、バスケットボールっていうのはチームが、選手が、まあ、5人と少なく、コーチも大体、まあ多くて4人から5人ですね。いわゆる常に選手みんなが試合の時間中ですね、どん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 動いて判断をしてるわけですよね。それが一方で野球型組織っていうのは、まず人数が9人多いですよね。しかもポジションが役割を最初から与えられてますよね。例えば3番サード、ホニャララとかですね。9番ピッチャー、ホニャララとかですね。そうすると、自分の役割以外の時はですね、じっとして、まあ、見ているだけなわけですね。で、しかもですね、コーチも、監督はじめ、例えば、バッティングコーチ、ピッチングコーチ、コンディショニングコーチと、様々な、コーチがいっぱいいますよね。さあ、なぜそれで野球型組織かというとですね、いわゆる日本の組織っていうのは、例えば、すごく優秀な学生さんが入社をしてもですね、いわゆる、指示待ちの人を育ててしまうわけですよね。例えば野球というと3番サード、まあ、昔長嶋という選手がいたんですが、長嶋の、ようにですね、自分の役割以外の時は結構じっと待っているという。いわゆる指示待ち人間を育てて今組織になっていますと。ところが、まあ今、まあ話題になっている GAFA と言われる企業も、母体としてはすごく、まあ、メガベンチャーと言われています。巨大な組織なんですけど、いわゆるバスケットボールチームがですね、もう何百個何千個とあるらしくですね、ついにそのチームが有機的にですね、動いていて、そのチーム同士がつながってですね、一つのサービスとかプロダクトを作っていると。まさに、このバスケットボール型組織っていうのは自発的に自分で動いていくので、内的モチベーションに基づいて、いわゆるプレイ、仕事をしているわけですよね。まあ、その一方、野球型組織っていうのはやっぱり指示待ち型組織なので、優秀な学生さんが入っていってもですね、やっぱ5年、10年すると指示待ちが染みついてしまってですね、自ら動こうとしない。だからなかなかイノベーションが、起きにくいんですよと。日本の組織もバスケットボール型組織に、なってもらいたいですよねと、おっしゃってました。まあ、そのためにもですね、いわゆる自分のモチベーションに基づいて考え行動する。この内的モチベーションが、とても重要ではないんでしょうか。というお話を、昨年、いたしました。これまさにですね、この私が帰国してからこのダ・ヴィンチの伝記を読んだときに、あ、これだっていうふうに、思ったわけですよね。続きまして、What do you feel?
話は一点からりと変わりますが、日本語訳しますと、あなたはどう感じますかという表現ですよね。で、実は私、去年のですね、10月にですね、カリフォルニアに行った際にですね、大学でワークショップを、まあ、したりとかですね、あとはですね、アメリカのですね、企業研修の、会社でですね、まあ、私のアート&ロジックのプログラムをですね、プレゼンテーションしてですね、まあ、聞いていただいたわけですね。こちら、一番右下に、見える、この女性の方、ちょっと切れちゃってますけれども、この方が、いわゆる、日本でいう、まあ、部長職の方ですね。シニアマネージャーの方です。で、ここにいる、女性4人、男性1人が、まあ、部下、いわゆる日本でいう部下の社員の方なんですよね。で、まあ、私がこれで、スクリーンでですね、慣れない英語を使って説明を、していたわけなんですけれども、まあ、一通り、説明が終わりますよね。まあ、そうすると、まあ、大体日本の企業、というのはですね、説明終わるとですね、まあ大体リーダーの方がですね、何か質問あるっていうふうにすると大体シーンとしますよね。で、そしてじゃあ私から質問ねっていうですね、リーダーの方が質問した後に皆さんポンポンポンと手が上がってきますよね。で、その点ですね、アメリカっていうのはですね、まずは私がですね、話をし終わった後にこのリーダーの方がこういう言葉を言ったんですね、What do you feel?あなたは何を感じますか?あなたはこの説明に関してどう感じますか?って言われたとき、とても私はなんかドキッとしたわけですよね。実はもう私、アメリカに仕事で行くのは、もう二十数年ぶりだったんですね。まあそのときどちらかというとですね、かなりやっぱりロジックを積み重ねてですね、ちょっと完璧に自分の中でシナリオを作って、こういう質問が来たらこういうふうに返そうっていう、まあ、まさに、すごく論理的なですね、質問が来たわけなんですね。ちょっと私、その記憶がありましたので、かなりちょっと慎重にですね、フォーロジックで畳みかけてきたら、こういう答えをしようというふうにですね、想定してたんですけども、いい意味でですね、いわゆる、What do you feel? っていうふうに言われたときにですね、ん?感情から入るんだっていうところにびっくりしたわけですね。そうするとですね、What do you feel? っていうふうにですね、いわゆる、どういうふうにあなた感じますかっていう質問から入ると、どんどん皆さんがですね、素直な感想を言っていただけるんですね。素直な感想をやっぱり言っていただけるとですね、まあ、私自身も、まあ、とてもやっぱり気分が上がってですね、すごく前向きにいろんな、答えをですね、導き出したりとか、逆に言うと私から質問して、すごく濃密なコミュニケーションができるわけですね。このまあ、私の経験上の、この約15年、20年間の間にですね、すごくやっぱりアメリカっていうのは、もちろんロジックも重要なんですけど、まずどう感じるか、どう思うのかっていうところからスタートしていくところ。これまさに、まあ、カリフォルニアだからかもしれないんですけど、イノベーションがやっぱり生まれていく、すごく大きな土壌っていうのを痛感したわけであります。次にですね、実はですね、この方はですね、ユニオンバンクというですね、まあ、全米の中の西海岸の、最大の、まあ、コマーシャルバンク、の、実は、人事担当のですね、役員の方なんですよね。まあ、私がお伺いしたときは、まあ、もともとは、カリフォルニア、西海岸を中心とする、銀行だったんですけども、まあ、景気が良かったので、どんどん、中西部にも支店を増やしていってですね、まあ、この方はですね、人事の、しかもメイン業務が研修担当の方なので、すごくやっぱり全米各地をですね、新しい視点出すとですね、いわゆるトレーニングとか研修ありますので、やっぱり忙しい時、たまたま私が、カリフォルニアに行った時に、まあ、空いてるよということでですね、お会いさせていただいたわけですよね。一般的にですね、例えば、飲食業であり、金融業であり、支店を出すときっていうのは、まず支店長を決めて、スタッフを揃えて、すごくトレーニングをするわけですよね。まあちょっと私は金融業界は全くいたことがないんですけれども、まあかなりシステマチックなトレーニングをすると、金融業界に行った同級生から聞いたことあるんですけれども、まず最初に、このユニオンバンクがやる
トレーニングっていうのは、この後ろにこのパペットのなんか人形劇で人形がいますよね。それで人形劇をさせるそうなんですよね。これ面白いですね。と言いますのも、まあいろんなですね、まあユニオバック結構大きい人形がいろんなその部署から人事異動とかで集まってきて、まあもちろん外部の地域スタッフの方もいるときに、まずはこの人形劇をみんなでやってですね、まあ、みんなが一つになるよということを、やるわけですね。まさにこれ、What do you feel と同じですよね。まず、いろんな考え方がある。僕はこういう気持ちだ。君はこういう気持ちなんだねって。まあ、今、いわゆるダイバーシティ・インクルージョンから始まっているんですね。で、みんなが共感共鳴が起きた後から、いわゆるシステマチックですね。なですね。いわゆる視点の運営とかですね。いわゆるそういうような、教育研修をやっていくわけですね。これもまさに What do you feel? から始まっていくわけですね。つまり、この15年、20年の間にですね、いわゆるすごく、すべては論理で片付く。論理がすべてを、いわゆる支配するというですね、アメリカからですね、とってもやっぱりその What do you feel? というのに、まずみんなの感情とか考えあるわにして、そこから共感共鳴を生み出そうよというのが主流に、なってきたわけです。これまさにすごく私思うんですけど、内的モチベーションをすごく引き出すいい機会をあらゆるところで与えてるなっていうふうに思うわけです。さて、初代ウォークマンは課題解決によって生まれましたか？まあ、これも1回目にちょっとお話をさせていただいたんですけども、まあ、これご存知の方もいらっしゃると思いますけど、初代のウォークマンというのは、綿密なデータを取って、綿密なマーケティングをして生まれた商品では、ないんですよね。その当時のですね、いわゆる、会長のですね、イブカさんがですね、もう毎週、もう世界出張なんですね。忙しいので、ホットできない飛行機の中、移動中、まあ、あとは、ホテルの部屋なので、まあ、クラシック音楽が大好きなのでですね、少しでも心地いい時間を過ごしたいがために、部下にですね、カセットテープレコーダーあるだろうと。あれ、録音の機能を削いでもらって、いい音で聴けるためだけのを、ちょっと俺専用に作ってくれないかっていうふうに、まあ、部下に指示を、したわけですね。再生専用だぞと。録音なんか必要ないから。ですね。それでですね、いわゆる部下からですね、上がってきたわけです。で、そうしましたら、予想以上にいい音で、びっくりしたわけですよね。その当時の部下さんが。よし。これを発売したら、みんなびっくりして、素晴らしい商品になるかも。っていうふうにですね、言ったところですね。他のソニーの役員方はですね、名優の森田さんを除いたんですけれども、断然としたわけですね。だって、イブカさん、カセットテープレコーダーは、録音再生でこそ意味があるわけですよと。それをですね、イブカさん、録音できないカセットテープレコーダーになって、まさにカセットテープレコーダーの意味をなさないじゃないですか。猛反対を受けたわけですね。まあ、ところが、当時のソニーは、イルカさん、森田さん。まあ、オーナー企業でしたので、鶴の一声でですね、発売されたわけです。で、役員たちは、こんなの絶対失敗するだろう、ということで、猛反対をしてですね、その当時のソニーさんっていうのは、どんな製品でもイニシャルロットが10万台の、ところですね、いわゆる3万台のスタートだったわけですよね。まあ、簡単に言うと、傷を浅く、なんとか乗り切ろうよ、というふうに他の役員は思ったわけですね。ところが、蓋を開けたら、びっくり。大ヒットになったわけですよね。これ、まさに先ほど話した、What do you feel? と同じですよね。いわゆる内的モチベーション。こういうものがあったらいいな。こういう製品があったらいいな。っていう、自己人の内から出てく、まあ、いわゆるファンのために作ったものが、こんなに僕が、この製品が面白いんだからもっとみんなに知ってもらう。まさに内的モチベーションで、このウォークマンっていうのは世界的なヒット商品になったわけですね。もう一つ、
ウォークマンのすごいところは、音楽の視聴スタイル自体も変えてしまったわけですよね。当時は、ジャズ喫茶ですとか、ロック喫茶ですとか、名曲喫茶ですとかですね。音楽っていうのは、鳴っているところに集まってくるものなんですね。そこをウォークマンが登場したことで、音楽を持ち運ぶことができたわけですね。まさに、個人の内的モチベーションによって、ヒット商品を生む。プラスアルファで世の中の音楽の視聴スタイル、カルチャーまで変えてしまったんですね。やっぱり個人の熱狂的な思いっていうのは、世界をやっぱり変えていく大きな例であると思います。さあ、これも1日目にお話をしたんですけども、鉛筆とですね、消しゴムの関係性についてですね。まあ、例えばここに鉛筆でちょっと書いてみましょう。皆さんこうやって輪郭を書いていきますよね。鉛筆は線を描くもの、消しゴムは間違いを直すものっていうのは鉛筆と消しゴムの関係性ですよね。ちょっと私の講座の宣伝にもなってしまいまして恐縮なんですけど、私の講座はこう線で描いた人は大体まあ4時間ぐらいでこのような立体的と言われるようなデッサン描けるようになります。で、2日目にはこういう方がですね、自画像も描けるようになります。これどういうことかっていうとですね、我々が今までの常識である、鉛筆は線を引くもの、消しゴムは間違いを直すものっていう鉛筆と消しゴムの関係性をガラガラガラって意味の展開を行うわけですね。西洋デッサンっていうのは、絵を描くときに消しゴムで光を描いて鉛筆で影を描く。つまり鉛筆と消しゴムの役割をグガガガッと展開するわけですね。まさにソニーのウォークマンの時と同じわけですよね。例えば皆さん、今、もう夜7時過ぎて。まあ、いやいや、もう暗くなりましたね。電気を消してですね、真っ暗になったら物見えませんよね。朝日が昇ったり電気がついたことによって物語が見えるということはですね、光と影の、いわゆる、こういう入射角の違いを目で知覚して物事を認知するという。物語は光と影でできてますよということなので、消しゴムで光を、鉛筆で影を、描いていくわけですね。これ、まさに、新たな気づきなわけです。新たな気づきが生まれると、まあ、このように絵が進化していくわけで、あります。さあ、線で描くのは、それでは、あまりいいことじゃないのかっていうと、実はそうでもないんですね。こちら、後期印象派の画家たちは、日本の浮世絵からすごく影響を受けてますよね。まあ、ジャポニズムというブームもありましたよね。というのは、彼らにとってですね、日本画っていうのは線で描いてあるわけですよね。それに対してすごく大きなカルチャーショックを受けるわけですね。例えば私もこうやって手を動かしてます。線は動いてないですよね。厳密に言うとこう見てください。やっぱり光と影で構成されてるので、その光と影の入射角の違いが、目で認知して知覚するわけですね。それをですね、こうやっても線は動いてないですよね。で、ところが印象派の画家たちはですね、日本人は天才的な民族であると。世の中にない線を知覚して物を描いていると。やっぱり浮世絵、素晴らしいということで影響を受けてるんですね。これまさにはですね、鉛筆と消しゴムの関係性をお互い解釈が違ってるわけですね。解釈が違うっていうのは意味が違うので、お互いがお互いで新しい意味を、いわゆるですね、見出して。それが新たな価値。そして表現の発明へと、つながっていったわけですよね。これもまさに気づくっていう内的モチベーションからですよね。そして最後になりますけれども、アーティストは常に内的モチベーションを持って新たな表現の発明をするという話をさせていただきたいと思います。こちらはですね、私の主催してますアート&ロジックのですね、美術講師、現役の、画家、の先生の作品なんですけど、古典の時の作品なんですけども、これは延々とっていう作品です。ちょっと画面だと見づらいかもしれないですけど、実はこの絵ってですね、乾かない絵の具を画家自身が自分で発明したわけですよね。つまり常識として油絵っていうのは固まったら、結構強いわけですよね。ですから、まあ、10年、20年ぐらいはですね、ずっとそのままの状態なんですね。で、そこで画家はですね、なんで絵の具は乾くんだろうというふうに疑問を持ったわけですね。それで自身でですね、
いわゆる母校の研究室に行ってですね、乾かない絵の具っていうのを発明したわけですね。それは延々とっていうのは延々と絵は変化していくという、彼なりのですね、意味の解釈、意味の展開を行って新たな価値を作ったわけです。まさにこの新たな価値を作った、この源にあるものっていうのはですね、内的モチベーションであるわけですね。これを自分でやってみたい、知りたいというものですよね。この内的モチベーション、このですね、コロナになってですね、今価値観がガラガラガラっと変わっていくときにですね、すごく内的モチベーションというのはすごく重要なものなんではないかなというふうに思っております。つまりアーティストたちは毎日毎日自身の声に基づいて新たな表現の価値を作るべく日々作品を作っているわけです。第3回目の私の講義は以上となります。ご清聴ありがとうございました。それではですね、先ほどご紹介させていただきました、石井食品代表取締役社長の石井智康さんに、バトンタッチを、したいと思います。石井さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。改めまして、石井食品代表の石井です。そうですね、松村さんの今のお話を聞きながら、すごくですね、いろいろ感じる部分があって、ちょっとそこの話は対談の中でですね、させていただきたいんですけれども、まずその前に、松村さんが弊社の歴史を紹介してくれということをですね、オーダーを受けておりまして、その中で、スライド出していただきますかね、食と石井食品の歴史という形で紹介させていただきます。で、まさしく今お話があったような、内的モチベーションの話だったりとか、あとは感性から引っ張っていくみたいな、ウォークマンみたいな話とかっていうのが、結構昭和企業にはたっぷりあるなというふうに思っていて、そういうお話をですね、させていただければと思います。はい。で、少しずつ、話していきたいなと思いますが、まずですね、私の、紹介からさせていただきますと、石井智康と申しまして、今代表させていただいてます。もともと IT 業界でプログラマーとしてですね、キャリアを積ませていただいて、コンサルからベンチャー行ってフリーランスをやっていて、その時にですね、今日の増村さんと出会わせていただいて、アート&ロジックの講座をですね、受けさせていただいて、すごく、もともとアートすごく好きなんですけれども、やっぱビジネスの文脈は、当時はエンジニアリングですけど、の文脈にやっぱりアートといったものだったりとか、その当時は右脳をどう使うかと思ってたんですけれども、右脳をどう使うかみたいなところを考えてた時にですね、そういうご縁で、それ以来仲良くさせていただいていて、今日の場にも呼んでいただきました。なので、私が経営、まだ新米の社長なんで、経営を語れるわけでも、アーティストでもないので、アートを語れるわけでもないんですけれども、今日、うちの会社の話を通してですね、何らかのことを持ち帰っていただければ嬉しいなと思います。はい。今は田舎に住んでまして、週末は畑をやってたりもします。畑も改めて、野菜作りもアートだなって感じる部分がすごくあるなと思って、これ話すと長くなっちゃうんで飛ばします。はい。弊社ですね、石井食品という会社は、主力商品はこの石井食品の、一のお弁当くんミートボールという形でですね、先ほど松村さんからも、ご紹介 ありました通り、お弁当の中で使っていただくミートボールとしてですね、長い間、ご愛顧いただいている商品が主力商品になります。で、なので、すごくですね、お肉屋さんだと思われがちなんですけど、実はですね、弊社はもともと1946年に、食品会社として創業した、千葉県船橋の佃煮会社になります。で、この前はですね、この前は、先中はですね、電気工場をやっておりまして、電気工場をやっておりまして、
その、戦中は電気工場をやっておりました。で、その後戦後、大火事がありましてですね、その工場がすべて燃え、ゼロからスタートになった時にですね、まず工場が、の跡地がある。で、近く千葉県船橋にはですね、当時東京湾から海産物が取れましたので、そこの海から、取れた海産物がある。で、その電気工場で働いてた女性従業員がたくさんいる。まあ、心あって、周りを見渡すと食料が全くないって言ったところをですね、組み合わせて、佃煮なら大量に作れるといったところの中で、佃煮会社として起こしました。こういう、真空包装パックっていうのがあるんですけれども、まあ、もともと電気工場をやっていたので、そういう機械を扱って食品を製造していくだったりとか、生産管理といったところに関しては、まあ、かなり創業者、石井貴一が、まあ、プロでですね、そういった意味で、その食品を大量に作るのの生産効率性を上げるだったりとか、あと、この煮豆の真空包装というのは、まあ、当時、佃煮と、あと煮豆を作っていたんですけれども、これを、機械を組み合わせてですね、真空にパックすると保存が保つといったところを、開発しまして、で、当時はですね、佃煮というのは、量り売りの時代なので、買いに来た人に何グラムって言って分けるみたいなシステムだったんですけれども、これ真空包装化すると保存が保つ上に個包装のパック化されるので、行商の方が買いに来てですね、これを購入して、各地域で販売していただくといったところのビジネスモデルが出来上がったといったところが、うちの会社の、最初のブレイクポイントだってですね、実は、佃煮会社として、上場している企業でございまして、まあ、今でも業界団体的にはですね、佃煮業界に属しているような会社です。で、当時は、1950年代から60年代のこの食糧難の時代に対しては、この佃煮や煮豆を使ってですね、手軽に食べられる、食事を提供するといったことを展開しておりました。で、その後に出てくるのが、こういったチキンハンバーグになります。で、このチキンハンバーグがですね、先ほど増村さんの言った話と、リンクするなというふうに思っているんですけれども、このチキンハンバーグがですね、当時、佃煮をやっていたんですけれども、佃煮も値段競争の中でですね、安売りになっていったりとかですね、あとは高度経済成長期に入って、東京湾が汚染され、海産物が取れなくなってですね、今までのように佃煮を作ることができなくなってきたといったところの中で、まあ、新しいことをやろうといったところの中でですね、中華の研究と洋食の研究を始めます。で、その時に、中華の惣菜もですね、業界初の中華ソースを作ったりとかですね、中華惣菜を作ったりとか、それは、そっちの方向もたくさんやるんですけれども、このチキンハンバーグに関しては、そもそも当時鶏肉がすごく余っていたという、ことを聞いております。で、それはどういうことかというと、今でいう一般的に食べられているブロイラーの鶏肉というのが、当時生産され始めたものの、ブロイラーの鶏肉って柔らかいですよね。で、当時地鶏が主流なので、鶏肉イコール硬いもの、柔らかい鶏肉はまずいというふうに思われてたというふうに聞いています。で、その中でこのブロイラーの鶏肉をどう美味しく食べるかといった研究の中でですね、フライドチキンの粉を作って、フライドチキンとして食べてもらうみたいなことをやったりとか、あとチキンのクリーム煮を作って、やってみたりとか、で、まあ、そこら辺はアメリカ化の鶏肉の食べ方をヒントにしてやるんですけれども、で、その中で、アメリカにもないんだけど、ハンバーグとして作ったら、作れそうだと。言ったところの中で、当時ハンバーグって言ったものも日本であんまり浸透していないので、型もですね、サツマ揚げの型を使ってですね、ハンバーグ、チキンハンバーグというものを作ってみたと。で、今まで言った、チキンの、フライドチキンだったりとか、チキンのクリーム煮。で、期待してなかったんだけど、このチキンハンバーグを出してみたら、このチキンハンバーグがすごく反応が良かったと。で、まあ何が良かったかというと、まあ当時、そのハンバーグというものが手軽に、夕食で食べられるだったりとか、あと3分で、熱湯で湯煎するだけで夕食が作れるみたいなところがですね、すごく、家庭で、好評いただき、じゃあ、もうチキンハンバーグに特化しようといったところの中で、他のものはやめてチキンハンバーグに特化します。で、この時に、
佃煮の製造と、このチキンハンバーグの製造は全く違うわけです。で、佃煮や煮豆っていうのは常温品なのに対して、このチキンハンバーグは鶏肉で、かつ冷蔵品であるっていうところで考えると、今までの流通ルートも使えないわけですよね。そうすると、冷蔵品で を流してもらえる、ルートは何、どこかっていうところで探さなきゃいけないですし、まあ、そもそも、これを大量に作るためには、かなりの設備投資が必要だったと聞いております。で、その時には、まあ、役員に全員に反対されたんです。と聞いていて、でも創業者の石井吉は、もうこっちで行くんだということで、もう佃煮は縮小して、この、チルド品と言われるチキンハンバーグだったりとか、まあ次で言うミートボールとかっていうことの、製造に傾けたといったことを聞いてます。はい。で、その後出てくるのがミートボールですね。当時ミートボール最初出た時は、中華の料理をたくさんやってたので、中華味。甘酢ソースのですね、肉団子みたいな形で出して、全く売れない4、5年間があります。で、売れなかったんですが、4月、5月、9月が売れるっていうことに気づいてですね、そうするとどうやって使ってるのかって研究すると、調査すると、なんかお弁当に使われてるらしいということから、じゃあ、こういうお弁当くんシリーズという形でですね、お弁当で使えるものとして、あとは子供が好むような、ケチャップのような味にしようということで、トマト味にして販売したところ、すごくヒットをすることになりました。はい。で、この時代はですね、振り返ってみると、食糧難の時代から高度経済成長期に入って、飽食の時代に入っていって、まあ、いろんな味を食べたいといった要求に対してですね、中華だったりとか、あとこういう洋食っていったものを手軽に食べられるということを提案して、会社として成長できました。で、その後、90年代に入るとですね、バブルも弾けて、様子も変わってきてですね、この頃は、まあ、便利さと安さの時代に入っていく、かなと、考えております。で、そうするとですね、基本多くの会社は、やっぱり効率化だったりとか、どう安くするかといったものを、行っていくために、まあ、海外の食材をどう安く仕入れるかだったりとか、あとは海外に工場を構えて、そこで、ある程度加工したものを日本で、最終化して販売するみたいなビジネスモデルが出来上がってまいりました。で、その時にはですね、弊社の場合は、かなり業界としては逆張りしてですね、国内製造の中で、無添加調理というのを掲げてですね、添加物を使わないで作る技術というのを研究し始め、添加物を使わないでできたものからですね、商品のロゴを切り替えて、2年間かけて全ての商品を無添加調理といった添加物を使わないで作るといったものに変えました。で、その時、添加物を使わないと作れないものも存在しててですね、そういったものは全て、終売といった形で2年間でやりきったというふうに、聞いております。はい。で、そういう無添加調理の他にですね、この時やったのが、まあそもそもですね、一般の人たちが知らないものをたくさん使うっていうのは不信感を招くだろうというところの中で、かつですね、なるべくシンプルにした方が、美味しいはずだというですね、哲学のたもとですね、いろんなものをシンプルにしていって、今のミートボールといったものが出来上がってます。で、去年抜いたのがこの中の水飴ですかね。今も現在進行形で、この、さらにシンプルにして、さらに美味しくすると。で、そのためにはですね、原材料を、美味しい原材料を調達しなきゃいけないといった中で、引き算の差が割に、各鶏肉だったり、玉ねぎだったりっていうものは、なるべく良いものを使っていくといった方向の中で、美味しいものを実現していくというのが、まあ今の、うちの技術のベースになっているものでございます。はい。で、まあ、ここで言うとですね、で、さっきの増村さんの話につなげますとですね、こういう、増村さんの話につなげますと、ですね、この無添加調理っていうですね、ものっていうのは、やはりどうしても食品製造というのはですね、先ほどの戦後からの歴史の中で、どう効率的にたくさん美味しいものを作るか、まあ、もしくは、
素材のばらつきをですね、平準化して美味しく作るかっていう技術の中で、添加物といったものが科学技術としてですね、発展してきた歴史があります。まあ、なのでですね、まあ今でもやっぱり食品加工において添加物をどううまく使うかっていうのは一つの技術であります。で、その時にですね、添加物を全部使わないというのは、まあかなり多分業界的には異常の沙汰だというふうに推測されますし、まあ当時、業界誰しもが反対したでしょうし、まあ実際にそれで売り上げがすごく上がったかっていうと、そういうわけではございません。まあただしですね、この時には、今の会長である、石井健太郎が社長をやっておりますが、まあその時の信念としてですね、まあその添加物を使わないと、美味しいものが作れないっていうこと自体に対してですね、かなり疑問を感じていたようで、まあそもそも、やはり、一般家庭では添加物っていうのはそんなに使わないわけだから、そういう意味では、その一般家庭と同じような作り方で美味しいものを作れるっていうのは、やっぱり直感的にすごくあったようで、そういったもので添加物がなくても作れるはずだといったところの中で研究の中を進めてですね、今ではその無添加調理というのが、うちの会社の技術のベースになっているといったことが言えます。はい。で、その後、まあ、それが先見の明があったかどうかっていうのを置いといて、その後たまたまですね、まあ、いろんな食品会社の偽装事件だったりとか、あと、狂牛病事件だったりとかですね、あと、中国毒業者事件みたいなものがあり、一般的には、やはり安心安全っていうのが急に謳われ始める時代に入ってきます。で、その時に、まあ、こういった無添加の取り組みもそうなんですけど、それとセットでやっていたのが、こういうトレーサビリティといってですね、品質保証番号というのをつけて、この番号を入れると、ウェブ検索で、この食品に使われている、この単体に使われているロットが、の商品、食材がどこから来て、どういうふうな加工、いつ加工されて、どういう検査がされているのかっていうのが全部見える化になってます。その中で添加物を使ってないよっていうエビデンスをですね、整えているという取り組みを行ってきたおかげで、まあ、安心安全っていうことが注目されたときにですね、まあ、ある一定の評価を、業界からも消費者からもいただいた中でですね、まあ今までやってきているような会社でございます。まあ、ちょっと長くなってしまったんですけれども、ちょっとこれからが今やってる取り組みになりまして、そうするとですね、こういった取り組みの中で、じゃあ2020年代、これからの時代は、じゃあどういう時代に入っていくのか、みたいなことっていうのがですね、今石井食品が取り組んでいる課題になります。で、そこはぜひですね、皆さんからもいろんなご意見いただきたいなと思うんですけれども、まあ、一つは、こういうコミュニティっていうこともですね、すごく食とコミュニティっていうのは親和性が高いんじゃないかなと思って、今コロナでなかなか運営は難しいんですが、本社1階にはコミュニティスペースという形で、まあ、地域住民だったり、特に子供を持つお母さんたちがですね、集まって、談笑したり学べたりというする場を、運営していたりします。で、あと、もう一つ、力入れているのが、地域食材と無添加調理という掛け合わせで、地域と旬事業というのを展開しております。まあ、簡単に言うとですね、思いのある農家さんたちとですね、一緒に組んで、美味しいものを作るといった取り組みをいろんなことやってまして、これはまあ、例えば、タケノコなんですけど、弊社タケノコご飯だけで、各地域3種類の味を、食材を使った3種類のタケノコご飯を出しますと。で、まあ一般的にタケノコって聞いても、まあどこの地域でもタケノコはタケノコでしょうと思われる方が多いかと思うんですけれども、これが実は食べ比べると全然違ってですね。あとは特にタケノコご飯っていうものの作り方自体がですね、相当地域差があって、でかつその地域の調味料を使うとかなり違う味が展開できるといったところの中ですね、こういう各地域の食材を押し出した形での商品展開というのをですね、今力入れてやっております。はい。これが、去年の2019年に行った、まあ、各地域で、ちょっと細かくて見えないかもしれないですけど、今、いろんな地域の町と、や農家、およびですね、その町の寄席と組みながらですね、その地域の食材、その地域の特有の食材をですね、生かした商品作りを行ってですね、その地域のアピール、その地域の食材のアピールをしながら一緒に農家と育てていくといったモデルでですね、展開しております。はい。あ、ちょっと文字が変になっちゃってますね。まあ、今、第四創業期というのを、この今の木を第四創業期という、さっきの木の中でですね、言い方をしてるんですけれども、この第四創業期は、その中で、
まあ、一つ、今までの課題というのが、生産者と生活者がですね、すごく便利ながゆえにですね、いろんな流通のステークホルダーがいる中で、生産者と生活者がすごく遠くなってしまっているっていうのが一つの課題なんじゃないかなというふうに捉えております。で、その中で生産者からは消費者が全く見えなくて、すごく美味しいものを作っても、誰が食べてくれるかわからない、どこで売られてるかもわからないっていうのが今の農家の現状です。その中ではですね、すごくやりがいを持って野菜を作っていくってことはかなり難しい状況にあるというのが、今の一般的な農家のですね、置かれた現状かなというふうに思ってます。で、そういって、生活者は生活者で、誰が作ってるのかもよくわからないし、あとはですね、これは小売りの素晴らしい部分の逆効果なんですけれども、1年間、同じ、大根ならば1年間常に大根で買えますよね。玉ねぎも基本1年間買えます。で、それはですね、この小売りが頑張っていろんな地域からですね、途切れさせないように仕入れているからなんですけれども、生活者にとっては、ゆえにですね、いつが大根の旬なのかとかですね、その大根の地域の違いなんてものは分かりづらくなっています。そういった中で、生活者にとっても生産のことを全く知らないといったですね、状況が起こってるなというふうに感じていて、でそこをですね、さっき言った、先ほど申し上げましたですね、地域の食材を使うことで、生産者と私たちが組んでですね、で、かつそれに協力していただくパートナーに販売していただくことで、この生活者消費者にファンになっていただくと。まあ、例えば、タケノコであれば、毎年春にタケノコご飯、を、千葉県だと大多喜町のタケノコというのがあるんですけど、大多喜のタケノコを今年も食べたいなと思ってくれる人を増やせば増やすほど、そういった、農家にとってもそういうファンの声を届けることができますし、そういったファンの人たちのために生産者も来年もより美味しいものを作っていただくというのを頑張っていただくといったこういうモデルをですね、いろんな地域で作って育てていけないかなといったところを、目指してですね、今取り組みを行っております。はい。まあ、なので今日申し上げたかったのはちょっと長くなってしまいましたが、まあ、いろんな地域の、このいう長い歴史の中でですね、いろんなものを作っていてですね、ミートボールハンバーグだけじゃないよというのが一つお伝えしたかったことでございます。はい。で、まあ、ちょっと最後になんですけど、まあ、パッとですね、ビジネスとアートっていったところであれば、まあ、マスクスナさんの話がそのまんまなんですけども、アートがその時代の価値、課題や本質を捉えて表現する手段、まあ、先ほどの中では価値提案って言ってたかな。問題提起か。問題提起とするならば、まあ、そこに対してビジネスっていうのはどう、その、問題提起に対してですね、ソリューションを作っていくかといったことを実現する営みっていうことが言えるんじゃないかなと思いますし、逆にアートの感覚というかですね、問題が気づけないとですね、そこはいいビジネスを作っていけないんじゃないかなというのが、まあ今までの通してですね、うちの会社を見ると、各時代の課題に対して、そういうに対応するものを作ってきたなと思いますし、それは、うちの会社だけではなくてですね、まあ、長く続いてる企業、日本の昭和からずっとやってくる、来てる企業っていうのは、かなり、多くいろんな変化の中でですね、そういう時代への対応っていうのを行ってきた会社が多いんじゃないかなというのを改めて今感じている次第でございます。はい。一旦私の お話は以上となります。石井さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、実は石井さんはもう、石井さんと知り合ってから多分5年、6年ぐらい、経っているんですが、僕は、アートアンドロジックのその先ほどお見せしたデッサンのと、テイのデッサンが自画像の始めた1年目の時にですね、石井さんが受講していただいてからのすごく縁で、まあその時はご自身でフリーランスでエンジニアを結構されていてですね、その時になんかすごくエンジニアリングとアートってすごく近いですよねっていうふうに話をしたのがすごく印象深くて、でそこからまさか
私が、周囲から必ずお弁当の中に入っていたですね、石井のミートボールシチューのハンバーグの、家継ぐんですって時に、石井のミートボールだったんで、だっていうのは、まあ、とってもびっくりしたんですけども、で、それから、まあ、いろいろ対談とか、ウェブ上のとかでさせていただいたりとか、やっぱりすごくね、最初はもともと佃煮の作りから始めて、創業者の方がエンジニアであったりとか、なんかそれはあれですよね、すごく思うんですけれども、なんかその時代の感覚を捉えつつも、単なるその時代の、なんていうんですかね、ログを積み重ねてやるんではなくて、ピンとくれば直感に基づいて、なんか熱狂的な、なんて熱量を持って事業を立ち上げていくっていうところが、先ほどのそのアート作品の絵の具はなんで変わらなくちゃいけないのかっていうような、自分なりのその問題提起ですよね。で、データとかネタはいろんなところに僕は転がってると思うんですよ。それはやっぱりどうやってその、職人じゃなくて料理するかって、で、どうやって解釈して料理して、それをなんかプロダクトというか製品に落とし込んでいくっていうところが結構やっぱりなんかアーティストが作品を作るのとすごく似てるなっていうところと、結構アーティストっていうとその絵のことばっかり考えてると思いきやですね、まあ周りのアーティスト見ても結構哲学書を読んだりとか、まああと俳句読んだり小説書いたりとかですね、多分おそらく絵という一つのものに対する直感を研ぎ澄まさっていくと、なんか全てのなんか芸術活動に結構広がっていくのが、なんかそれが一連のその、あれですよね、直感がある、直感に基づくんだけど、でもちゃんとした文脈があるっていうところが、なんか、あれですよね、すごくアート的な直感から始まって、それをなんか、皆さんに知っていただいて、でも、やっぱりその体にいいものを提供したいっていうところが、なんかもしかして、なんか最近アートの世界でもいろいろ、バイオアート、バイオテクノロジーを使ったアートとかですね、いわゆるコンピューターアートとかいろいろあるんですけども、まさになんか石井さんのお話を聞いてると、なんか、そのアート作品を作ってるみたいだなっていうふうになんか思いました。はい。そういう意味では、まあ、うちだけじゃないですけど、うん、オーナー企業の、そういう猛烈ですよね、はい、うん。そういう感性を持ったオーナー企業って猛烈だなっていうのを、まあ、今日話して、うちの会社の歴史を持ってもすごくそうだし、まあ、創業者もですね、二代目の、会長、はい、今の会長もですね、はい、まあ、かなり猛烈です。はいはい。もう、こうだって、そしたらそこに論理の飛躍があっても、推しのパワーを持っていて、まあ、さっきのオークマンのね、ゆうかさんの話もそうですけど、まあ、まさしくそうだったんだろうな、っていうふうに思いますよね。もちろんそれがね、暴走するケースもあるので、コーポレートガバナンスみたいな話もあるのかもしれないんですけれども、まあ、先ほどの、やっぱ内的モチベーションって言えば内的モチベーションですよね、圧倒的な。そうです。圧倒的ですよ、ね。はい、なんか私がね、コロナの前の時に、石井食品さんお伺いさせていただいた時に、1階がね、それこそコミュニティスペースみたいになっていて、で、それが多分あれですね、この前の、震災の時に、あれですよね、確か、今の現会長の方が、いや、これからやっぱ広く開かれた社会じゃないといけないなっていうところで、なんかいきなり1階を倉庫だったのをスペースに、コミュニティスペースにしてしまったっていうのは、なんかまさにあれですよね。キャンバスになんか絵を突然なんか起き上がって描いていく行為とすごく近いなっていう。で、それでなんか銀行の方がびっくりしたっていう。あれも猛烈ですよ。なんか農家からも知識、なんか刺激を受けたのかわかんないんですけど、まあ、震災を機にこれからコミュニティの時代だとか言い始めてるんですね。やるぞって言って、まあ、社内でもちろんこんなコミュニティスペースなんて、やったこともなければ何なのかもよくわからないまま作って、って言って、はい、まあ、銀行からはこれいつ儲かるんですかみたいな話を突っ込まれた時の返しが、銀行こそそういうのやんなきゃダメだろうと。分かってないなっていう返しをができるっていうのは、まあ、なかなか猛烈だなと思いますよね。やっぱりあれですよね、すごくなんかビジョナリーですよね。変な話なんですけど、多分おそらくビジョンがなくても、あんまり時代が結構安定してる時って、2番煎じ、3番煎じやってても、そこそこ、やっぱ儲かっていくじゃないですか。僕もなんか ね、ウォークマンの、ウォークマン、なんか、お年玉貯めて買ったんですけど、その時に、
当時のアイワとか東芝とかですね、すごいウォークマンの半年以下に出してたんですけど、うん、やっぱりなんかね、やっぱウォークマンじゃなきゃダメだっていう思いがあって、安定してる時ってやっぱり2番線時、3番線時、柳の下に土壌が結構いるんですけど、今のなんかやっぱこのね、コロナで真っ白になっちゃった時こそ、なんかやっぱり自分の信念と直感に基づいて、うん、新たなやっぱり価値を、なんかやっぱり、すごい大きなスケールなんで、地球上でいろんな人が、やっぱり作っていくタイミングなんじゃないかなっていうのは、すごく思うんですよね。そうですよね、うん。まあ、まさしく、特にこれからだと、ね、正解がないっていう時代、うんうね、真っ赤の時代みたいなこと、よく、不確実な時代ってよく言われる中においては、やっぱ正しいことを探すよりかは、うんうん、これがあるといいなってものを、やっぱり実現させていく世界の方が、まあ、やりがいがありますよね。そうですね。はい。確かに。なんか、今まではどちらかというと、結構課題というか、答えがあらかじめ用意されていて、それを早く、いかに正確に解くかっていうところが多分評価されたと思うんですけど、やっぱ正解がないっていうと、それこそさっきの問題提起じゃないですけど、自ら問題を作って、自らちゃんと想定する答えに向かって、自らいわゆるいろいろ工夫して苦悩して、やっぱり、なんかいろいろと動いていく時代だな、っていうのを、なんかすごく、あれですね、石井食品さんのそのね、戦後の佃煮から始まって、高速の時代に、ね、そのミートボールっていう、なんかね、アメリカでは結構家庭で作られた当たり前のものが、ね、日本では誰も知らない時に、しかもそれで鶏肉で作っちゃったっていう、そうですね。ところも、なるほどな。だから私、石井さんの話とお会いして、もうね、今、立派かどうか分からず、もう大人なので、石のミートボール、全然もう数十年食べてなかった時に、食べた時に、あ、そういえば鶏肉の味がするな、っていうふうに、5、6歳の時食べた時って多分、絶対に牛肉だと思ってたんですよね。気づいてない方多いですよね。ミートボールが鶏肉だったっていうのは。そう、ミートイコールやっぱりなんか牛っていうイメージがあってですね。まあそこもなんかすごく、今思うとすごくイノベーションだな、っていうのをなんかすごく感じましたよね。もうなんか石井さん自体も僕お会いした時確かなんか飯田橋近辺に住んでらっしゃった記憶がありますよね。はい、はい、そうですね。そうですね。でそれでなんかね千葉のねどちらかというと、うん、田舎と言われてる。ど田舎ですよ。ど田舎歩いてコンビニ行けないですからね。ところになんか引っ越してね今でこそ結構ね田舎暮らしとか都会を離れてっていうのは。ねまあ、それこそ一つのブームになってますけどね。結構その前ぐらいから、あれですよね。田舎暮らし始めて、あれですよね。農園とか作ってらっしゃるんですよね。まあ、農園まで行かないですけど、まだ畑をですね、週末、家庭菜園レベルですけどね。作りながらとか、まあ、せっかく食のビジネスやってるんで、そういう野菜の育て方とかを学びながら、生活に取り入れてますね。なんかあれですよね。それはなんかカタカナで言っちゃうとプロトタイピングになるんですけれども、なんかやっぱ自ら手を動かす活動って、まあ、アートもそうですよね。なんか一つのビジョンがあって、はい、ね、やっぱり自分でやっぱり作品を手を動かしてやっぱり作るっていうところが、なんかその熱量がやっぱり結構伝わってくるのっていうのがすごくあるなとは思いますよね。いや、野菜作りはもう本当にクリエイティブですよ。はい教科書通りやったってできないですからね、はい、基本的には。まあ、もちろんロジックはすごくあるんですけど、はい。ロジックはあるんですけど、はい、やっぱりそこ手を動かしながら学びながら、はい、もっと言うと土とか、野菜と対話しながら、そうですね。そう、自分の力だけじゃね、できない領域っていうのがいっぱいあって、勝手に育つものもあれば、はい、あなるほど。どうしても育たないものもあるし、はい。はいはい。そうですよね。いや、はい、実はね、私も最後、会社勤めした時、IT 企業にいたんですけど、まあ、4年半いたんですけど、当時の部下が、一昨年あたりから、最も親しくていた部下が、やっぱ農業を始めたんですよね。うんうんうん、で、それ、やっぱり何かっていうと、やっぱり、なんかもう、やろ。お、切れちゃいましたね。すみません、皆様。ちょっと、増村さんが切れてしまいましたので、少々お待ちください。
まあ、もしよろしければ、この間に質問をいただいて、その質問に僕が答えられることは答えていくみたいな形で、にしましょうか。すいません。ライブでやっているので、ちょっといろいろハプニングが起こって申し訳ないです。はい。ちょっと今、増野さん帰ってくるみたいです。そうですね。まあ、つなぎとして、先ほど話そうと思っていたのが、まあ、とはいえですね、経営というところで一つ加えておきたいのは、ファイナンスはファイナンスでめちゃくちゃ重要だと思ってます。なので、先ほどの多分、イブカさんの話もですね、ウォークマンが大外れしても、別にソニーはなくならなかったんじゃないかなと思っていて、そこの持続可能性、まあ、なんて言うんですかね、直感で仕掛けつつ、結構冷静に数字を見るっていったところは、経営においても、すごく重要なんだろうなと思います。もしかしたらアートにおいてもすごく重要な部分もあるのかもしれませんが、特にあと、増村さんのアート&ロジック、まさしくアート&ロジックなんですけど、すごく私が面白いなと思っているのは、決して右脳だけでやるわけではなくてですね、やっぱりさ、本当のいいアーティストって左脳と右脳のバランスをうまく使っているみたいなことをおっしゃっていて、東京芸大とかで、一発合格する方っていうのは、大体中高時代に数学が得意だったみたいな形をですね、増村さんの調査の中であるらしくてですね、そういった中で数学的なロジックを積み上げていくっていう行為と、決してアート、画家の営みっていうのは離れてないんだみたいなお話があって、でそこはすごく面白いなと思うとともに、まあ、その会社経営だったりとか企業っていったところにおいても、その両面が必要なのかなんだろうなっていうのはすごく思います。で、まあ、ある意味私コンサル会社出身で、エンジニアとしてコンサル会社にいたんですけど、まあ、コンサル会社のよく言われることとして、すごく論理の積み上げっていうのが強いのが、うん、コンサル会社としてはですね、論理の積み上げがむちゃくちゃ強いんですけど、その論理の積み上げの先って一歩飛び越えることがですね、多分ビジネスのブレイクにおいてはすごく重要で、大体、コンサル会社出身の社長はですね、多分そこに結構壁にぶち当たってですね、前 DNA の南波さんとか聞いた時も、その、南波さんマッキンゼでしたっけ？マッキンゼの時の思考をすべて捨てていくことが、DNA がブレイクするために必要だったみたいな話をしててですね。まあなんかそういうことはすごく共感できるなと思います。あ、帰ってきましたね。ああ、すいません。当然ちょっと私、飛んでしまいまして、すいません。はい、直感で飛びすぎてしまいました、はい。会話が盛り上がりすぎました。はい。経営者はファイナンスとかロジックも一方ですごく重要で、はいはい、特にファイナンス、はい、冷静に数字見て、はいはい、例えば直感で動いて、はいはい、それが大外れしたとしても、はい、何とか会社持続するためにしていくみたいなですね、はい、方っていうのは、はいはい、それはそれですごく必要だと思っていて、はい、アーティストにもそういうところあるのかどうかっていうのは、まあ、アーティストにもすごくありますよね。やっぱ基本的にはやっぱりアーティストもやっぱ常に自分が感じていることを作品でズバッとできるのって、まあ、あれです。プロ野球の場合って3割バッターだとすごいって言われてるじゃないですか。うんうんうん、でアーティストたちが周りにいるんですけど、本音で結構対話をしてると、うん、まあ大体10個作ってこれだと思うのが1個あればいい方ですよね。ですから、例えば個展とかやると、まあ、例えば、まあ20点とか30点とか、大体まあ30点ぐらいが標準なんですけど、今ギャラリーやると。30点のうち、多分300はやっぱり作ってますよね。そのやっぱ10倍作って、その中でやっぱり選び込んでいって。それでも満足できないときは、基本的には、徹夜で3日前ぐらいから寝泊まりして、やっぱりやるっていうこともままにして結構ありますよね。はい、まあそういう意味ではあれですね、企業経営も外してるものいっぱいありますからね。はい、私もそうですけど。なんかやっぱりすごく失敗作を、失敗があってなんぼじゃものじゃっていうのがあるので、とにかくやっぱり打席に立つっていうことがアートのビジネスの
すごく重要なんじゃないかなっていうふうに、なんかすごく思いますよね。はい。はい、あ、一つ、ちょっとご質問してます、ね。はい、質問来てますね。はい。様々な企業が地域に、開いていく取り組みをしていますが、石井食品さんではどのような変化や気づきが得られたのでしょうか。あ、これどういう意味ですかね。どういう変化や気づきで地域に開いていく取り組みをしているのか、それとも地域に開いていく取り組みの中でどのような変化や気づきがあったか、どっちかな。まあ、簡単にどっちも話すと、もともとのきっかけはですね、これもまたね、会長の直感というかですね、はいはい、本当にプライベートで旅行してたら、はい、山梨県大月ってところで、はいはいはい、無農薬で玉ねぎを作り始めたんだけど、はい、販路がないみたいなの聞いて、はいはい、じゃあとりあえずハンバーグにできるからうちで作ってみるかみたいなの作ったら、はい、すごく地域の人に喜ばれたと、はい、喜ばれたって言ってもそれが何百万売れたわけじゃないですよ、はいはい、すげく喜ばれたと、はい、でその喜ばれ方が今までと全然違うってところの中からかなり深めてったんですよね、でそこからもうトップダウンでもう営業マンたち農家を探せみたいな、はいはい、農家と仲良くなれみたいなところの中からですね、あの今の取り組みが進んできて、なるほど、はい、そうなんです。で、いろんな、本当にいい農家と、ご縁、いろんなご縁の中で巡り合えることができて、その時に、やっぱり社内の中で、その農家がどういう苦労をしてるかもそうです。現状もそうですし、あと、やっぱりそこで作られてるものっていうのが、やっぱりその地域によって違うし、そこに面白さがあるっていうのはすごく社内の中のいろんな部署が感じてるんじゃないかなと思いますし、そこで作ってるものって、いわゆるミートボールって1年間同じ味、春と冬であんまり違う味だと言われないじゃないですか。なんですけど、実際はやっぱり食材の変化ってあるので、うん、はい、そういったものをもっと研究してそれを打ち出すっていう、うんうん、ところの、なんていうんですかね、うん、面白さというか、はい、っていうのはすごく広がってきてますね。はい。はい。あ、よく来てますね。神奈川の食べたさんから。はい。オーダーが猛烈で内的モチベーションに基づく際、反対する役員メンバーなど、社内関係者が内的ではなく、オーナーの意向による外的モチベーションに基づきがちで、社内関係者が受け身になってしまうケースも起こり得るのではないでしょうか。その際、社内関係者の内的モチベーションを引き出す工夫などございますか。いや、なかなか難しい話ですね。なかなか難しい話ですね。そうなんですよね。そうなんですよね。ね、なんかそこちょっと難しいなと思ってるのは、さっきの外的モチベーション、内的モチベーションって、はい、あ、すみません、このコメントちょっと顔が見えなくなっちゃうんで、一回聞いてもらえますか。はい、そうだ、どうなんですかね。ある意味、まあ、時代の変化っていうのがあるような気がしていて、で、その昭和の時代であれば、うん、一回反対としても、もうこれで行くぞっていうので、覚悟決まったときは、やっぱみんな、もうじゃあ覚悟決めてやるみたいな、雰囲気というか、がありましたし、やっぱり、日本の企業って家族なので、的な、組織なので、そういった中で、突き進んできたっていう時代背景はあるんだろうなと。でも今の時代それやってしまうと、その家族的な組織ってやっぱなかなか難しいですし、まあ、もっと言えば表面上すごくいいですねって言っていても、内発モチベーションがないと全然動かないっていうことはあり得るんだろうなと思います。なので、そうですね。僕としてはやっぱりアプローチはやっぱり時代によって少しずつ違うんだろうなっていうふうに思います。なので今の時代は、例えば、私がトップダウンでこれがいいと思っても、やっぱりそれがメンバーの中の内的モチベーションと結びつきながら広がっていかないと大きなグルーブにはなんないんだろうなと思ってます。で、うちの会社においても、やっぱり今、ほぼ全部署で、とかで、まあ少なくとも全工場、全部署で、そういう農家との取り組みって始まってるんですけど、それももう会長が言ったから全員が始まったかって全くそんなことはなく、その気づきの中で、やっぱり特に生産者と、
あとはその地域での出した時の反応っていうのから、やっぱり刺激を受けて、すごく、モチベーション高く取り組んでくれる方っていうのは広がってきてるなっていう印象はありますね。なるほど。やっぱりあれですよね、その、熱量の伝え方も結構、なんか、あるんじゃないかな、ね、なんか思うんですよね。確かに。はい、はい。多分わかんないですけど、ウォークマンの時は、相当ね、イブカさんが個人的に言ったら、これは絶対いけるぞっ て, 言って唯一、同意してくれた森田さんだけで。でも、いろいろウォークマンの話を読むと、やっぱりそれをなんか部下に吹聴してたらしいんですよ。役員内に一般部長とか課長くらいですよ。で、そうするとやっぱり、いや、これ絶対いけますよ。森田さん、もう社内反対あるけど、頑張りましょうよ、みたいな形で、なんか熱量の伝え方っていうのが、そうか、そうか。なんかすごくポイントかなっていう気がなんか、するんですよね。まあそうですね。そういう意味ではやっぱり、そうですね。まあ、その森田さんみたいなカリスマ経営者だと、多分宗教家的なところもあるじゃないですか。ね。そしたら最初反対してても、なんとなくそんな気持ちだみたいな感じの勢いは必要なのかもしれないですね。そうですよね。いや、なんかね、たまたまなんですけど、今、僕、スティーブ・ジョブスが大好きなので、スティーブ・ジョブスの著作は全部読んでいて、まあ今ね、結構在宅が多いので読み返してるときにスティーブ・ジョブスがアップルを最初追い出されてそこからネクストで大失敗して復活する手前の失われた10年間だけに特化した上下巻のビカミンがスティーブ・ジョブスっていうやつ のスティーブ・ジョブスになる前かな、なんか そういう文庫版をよく結構読んでるんですけど、追い出される前って常にもう自分が一番で、とにかくお前らの俺の言うことを聞けば、すごい商品作ったら、すごい売り上げ上がるんだからやってけって言って、追い出されてからもう同じやり方でやって、ネクストで大失敗して、戻ってくるときに、やっぱ一番学んだのは、自分よりも、実はここの部分は優れてる人を、なんか他人を認めたことらしいんですよ。で、ただしでも、やっぱ性分として、ね、やっぱり、まあ、究極なアーティスティックな人なので、とは言っても、復活後もやっぱりね、軋轢を生んじゃう人はやっぱりいるんですけど、で、最後のスティーブ・ジョブスの天才的なところは、自分と真逆の輪をもってなす、ティム・クックを次期 CEO にさせたっていうところが、ジョブスの最後の才能の引き出しだったんじゃないかっていうところがあってですね、いやそういうので結構、なかなか熱量の、そのね、なんか、伝え方も彼なりになんかすごく確かに不安の10年あったんだから、いろいろ自分で考えてやってた時に毎日ずっとあれですね、禅のマスターを呼んでずっと座禅をしてどうやったら僕はなんていうんですかね、ちゃんとした人間になれるのかっていうのをすごい内省していたわけなんですよね。そのなんか禅のマスターの本を1ヶ月前に読んでちょっと読み返そうと思ったんですけど、そういう意味で言うと、なんか今の、ね、もともと禅がソースになって、マインドフルネスとか、なんかすごくそういうのに結構つながるのが、元僕の、IT 企業にいた部下が農業を始めたりとか、まあ、図らずも石井さんが家業を継がれて食品やったりとか、なんかそういうのと結構似てるのかなっていうふうに思うんですよ。ちょっと、スティーブ・ジョブズのところで思ったんですけど、いや、経営者に私もなってみて思うのは、はい、本当にこれ皆、聞いてる皆さんにぜひ伝えたいんですけど、経営者って本当何にもできないんですよ。できることってむちゃくちゃ限られてて、そこがちょっとアーティストと違うんじゃないかなと思って、はい、アーティストって多分、これだと思った時に自分で手を動かせてやれるじゃないですか。で、手、まあもちろんできる部分もあるんですけど、僕がどんな頑張ったってミートボール1個作れないですからね。で、そこは、やっぱり、一商品、ある一つの商品を調達して、製造して、販売するって、一人じゃ絶対無理なんで、そういった意味で、先ほど言ったように、まあ、仲間を作っていくじゃないですけど、才能ある人を見つけ出して、その人の内発モチベーションも引き出しながら、その自分の理想とするところに巻き込んでいくっていったところは、すごく重要なんだろうな、っていうのは思います。そうですね。それでやっぱり言うと、アーティストは、やろうと思ったら手を動かせるっていうこともあるんですけど、アーティストにも結構タイプがいくつかあって、大きく自分で考えたものを自分で作るタイプと、自分で考えた構想が大きすぎて、人の手伝いをできないと、作品できない
あの島を囲っちゃう人とか、最近で言うと私のイタリア、あのミラノ在住の広瀬さんってアーティストは、3万個のレモンをですね、あの展示会場に敷いて、それを体感して楽しむアートっていうのは、3万の レモンっていうのはまず一人で集められないですし、その会場をいろんな人づてに紹介してもらったりして、いや、プロジェクト型の体感型のアートの人は、どちらかというともしかしたらビジョンを描いて、やっぱそれを自分ではやっぱりできないので、人の力協力を借りてやるので、なんかね、そういう方もしかして結構、経営者のビジョンをその実施に着地するのと、すごく似てるんじゃないかなとはなんか思いますよね。単純に作品の大きさに関係するかもしれないですね。会社もベンチャーだったらまた、ね、2、3人の会社だったらやっぱり社長も手を動かさなきゃいけないし、そこの影響力っていうのはすごく大きいですからね。ですから最後ね、ダヴィンチなんかはどちらかというと自分で結構やってましたけど、ダヴィンチ以外の応募者のプロジェクト型のアートみたいな。そうか、そうか。設計図書いて、あの、みんなにやっていただくためにうまくマネージメントしてたりとか、まあなんか建築の世界とか結構そういうのがいいですね。あ、また竹内康弘さんからですね。はい。外的起因を内的モチベーションに持っていくことで、自分の枠を超えた発想やアイデアにつながるのかなと考えていました。サラリーマンアーティストみたいな仕事を表現の一つとして、活動したいですか？怖い。あ、まさに、まさにそうですね。なんか僕思うんですけど、まあ、私はもうちょっとあの会社を卒業してしまって自分でまあ事業というかやっておりますけれども、なんか昔に比べるとですね、最近の20代後半 あのビジネスマンとか、まあ、比較的に平成以降生まれの方とお話をすると、一番昔と違うのは、やっぱりそのこれをやらなければいけないっていうところの同調圧力っていうのはやっぱすごくないんですよね。あんま昔に比べると。昔の僕の時代、毎日8時半に来て、部長のスピーチ聞いて、レッツゴーとか掛け声をやってやるっていうですね。まさに、まあ、悪く言っちゃえば同調圧力。よく言えばみんなを一体にするっていう儀式みたいなのやってましたけど、そういうのがないんで、まさになんかサラリーマンアーティストっていう、まさに逆に言うとサラリーマンの方がね、アーティスティックなその感性でやることによってなんか、すごくイノベーションが起こってくるんじゃないかなと思いますが、石井さん、あの、経営者になった石井さんとしてはどうでしょうか？もう本当に思いますよ。あの、会社にいるからこそ、あなたは何したいんですかっていうのを、やっぱ常に問い続けることってすごく重要だなと思ってますし、経営者からしても、やっぱりあなたは何したいですかっていうのに答えてもらった方が、いかしやすいですよね。まあ、当然、あの、何がしたいかと何ができるかって問題は、やっぱり、あの、会社とすり合わせていく必要はあると思いますけど、そこはすごくこれからの時代重要だし、それは大企業でもだんだんそうなっていくんじゃないかなっていうのは思いますよね。で、かつ、やっぱり企業体が、まあ、大きければ大きいほどやれる、大変かもしれないんですけど、いろんな説得とかね、調整とか大変かもしれないんですけど、いろんなインパクト、一人よりもインパクトが出せることっていうのは、たくさんあって、そういうチャンスっていうのを、あの、自分として活かせることはあると思いますよね。で、逆に、あの、うちの会社のメンバーでももういるんですけども、やっぱどうしてもですね、あなた何したいですかって問い詰めたときに、初めて聞かれましたみたいな人いるんですよね。はい。で、その時に、いや、考えてみますっていうのが、何人かいて、あ、そうじゃない人も、たくさんいるんだなっていうのは、結構改めて気づいたところで、はいはい、まあ、もしかしたら、その、今まではそうじゃなく、ない方が、会社から言われたことを頑張ってやっていくってことが、良かった時代もあったかもしれないんですけど、結構今はそう、じゃない方が本人にとっても会社にとってもいいんじゃないかなっていうのは思いますね。確かにそうですよね。まあ、その場合いい例がね、副業の解禁とかですね、やっぱ外のカルチャーと触れることによって逆にフィードバックを何か組織としてもらいたいっていうのがなんかすごく経営者としてもなんかそこは思ってるんじゃないかな。ね、絶対やった方がいいですよね、副業。まあ、その副業の働き方っていうのの、あの考え方を、まあ、時給じゃなくちゃんと稼げる方法っていうところはやんなきゃいけないと思うんですけど、そ
はい、私も、まあ、もともとフリーをやっていたのもあって、副業ってすごく、会社にとっても本人にとっても、副業、社会にとっても、いいなとは感じてます、すごく。そうですよね。はい。竹内さんもぜひとも、やっぱりサラリーマンアーティストとしてですね、仕事は一つの表現の一つとしてですね、ぜひご活躍を、していただければと思います。はい。ご質問ありがとうございました。はい。他に、ご質問あられる方は、お寄せいただければと、思っております。はい。いや、石井さんでも、すごく、いろんな方からご質問とかご意見が、あってですね。はい。とてもなんか楽しいというか、はい。我々自身勉強になるというか、ですよね。れですか。石井さんの会社でも結構、ね、でも食品会社さんだとね、工場もありますし、まあ、なかなか一般企業に比べると、みんながみんなリモートでっていうわけではないですけど、なんかそこら辺はやっぱり、やっぱ推進というか、この今の時代に合わせたっていう働き方とかは、なんかスタイルそうみでたいすなのね。なんでしょそこはすごく面白い話があって、工場は確かに、どうしてもみんなで集まって、台を動かさないとできない領域が多いので、そこはもう、やっぱり、まあそこはどう安全を担保しながらとか、あとペースを落としながら続けていくかっていうのがテーマになってくるんですけど、そうではないところは、やはり、在宅でどれぐらいできるかっていうのを今、みんなで頑張りながら工夫しながら推し進めてます。で、いろんな会議をですね、ズームでやってきて、で、それすごく面白いのは、これね、みんな慣れるんですよね。うちの会社でズームをやれるなんて、去年全く思ってなかったんですけど、それこそ、ベテランメンバーの定年再雇用のですね、もう地域にいるうちのレジェンド女性社員みたいな、60オーバーのメンバーがですね、今ではズームで入ってきてですね、ちゃんとミュート解除して、こんにちはとか言って、やってくれるんですよ。いや、慣れるんだな、みたいな。なので、まあ、いろんな企業で苦労してるって聞きますけど、やっぱみんな慣れるなっていう。そうすると、すごくいいのは、今まで、なかなか鹿児島に毎月行けなかったんで、毎月その顔の顔を見ることでできなかったんですけど、今毎週、あえてズームで、毎週朝会やりましょう、前週朝会やりましょうってことを言うと、地域のメンバーを、ズーム越しですけど、みんなで顔を見て、その中で雑談みたいな時間を設けながらですね、入れるのはすごく、今回のいい影響だなっていうのは感じてます。そうですね。まさにね、この今の、まあ、コロナウイルス感染症って、まさに本当に外的要因の最たるもののウイルスなんですけど、その外的要因を、なんかうまくやっぱりその内的要因に切り替えるっていうのも変ですけど、もう外的要因で環境が変わっちゃったんだから、まあ、自分も中から変えようよっていうように、なんか変化よりもなんかそれによってダーウィンの進化論じゃないですけど、ね、どんどん変わっていかないと進化できないし、生き残れないっていうところが、なんかいかにそこをあれですね、もう最初の話に戻りますけど、なんか直感とかピンときたところで行動できるかどうかっていうのが、なんかとってもなんか、今以上にこれから重要になってくるんだろうなっていうふうになんかすごく思そういでましすた。よね。やっぱり今大変な問題たくさん起こってますけど、いろんな問題ってもともとコロナ前からあったのが、分かりやすく出てきているっていうことは、やっぱりチャレンジするチャンスなんだろうなと思うんですよね。まあ、当然、健康の問題とか、まあお金の問題とかですね、難しい課題が抱えてる方いっぱいいらっしゃるので、もちろん手放しでは喜べないんですけど、ただやっぱり今、もともとあった問題見て見ぬふりしてたとか気づかなかった問題を気づいて、もう、それに、アタックするしかないみたいな機会だと捉えられると、すごくチャンスな時代だなっていうのは感じます。そうですね。あえてなんか今、この時期を今、チャンスとやっぱり捉えた方が、あれですよね。面白くなりますよね。面白くなりますね。そうですね。はい。わかりました。
はい、なんかあっという間に1時間半が過ぎてしまいまして、今回はちょっとすみません、私がちょっと遠いところに一瞬行ってしまいまして、ご視聴者の皆さん大変申し訳ございませんでしたというのと、私が飛んでしまった時に石井さんフォロー、ありがとうございました。はい、それでは、石井さんどうもありがとうございました。はい、それでは、はい、野崎さんにお戻しいたします。はい、ありがとうございます。増村さん、石井さん、ビジネスとアートに関する非常に興味深い、面白いお話をありがとうございました。私ども京橋サイクの今後の取り組みについてちょっとご案内を差し上げたいと思ってます。今まで5月から増村さんに3回シリーズで、ビジネスとアートのお話をしていただきましたが、これから9月からはですね、こちらに今スライドに書いてありますようないろいろなものをさまざまな分野のですね芸術文化を皆さんに触れていただくという趣旨で計画しております。簡単に申し上げますと9月には印象派の絵画と音楽ですね、その辺のピアノ演奏と解説、10月にはアーチゾン美術館、こちらの学芸員の方にですねギャラリートーク、美術館になんとライオンがいると、このような題でございます。11月は SDGs とソーシャルデザイン、その本質と取り組み事例紹介と。で、12月につきましては、あと12月とそれから2月ですかね。骨董通り、京橋のそばに骨董通りあるんですが、そこの方たちに古美術、または骨董の入門の、こういったお話をしていただこうかなと思っております。また1月には、なかなか触れることがない伝統芸能、能とか狂言、これの実演と解説、これをしていただく予定でございます。それから3月にはアーチゾン美術館にあります、藤島武二さん、青木茂さんの重要文化財4点について学芸員の方にまた解説していただくと、まあ、このようにちょっと、様々な分野のものをですね計画しておりますので皆さんぜひご期待ください。詳細につきましては京橋サイクのホームページに、随時、掲載していきますので、ホームページの方のチェックをぜひよろしくお願いしたいと思います。本日は芸術文化講座ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。どうもありがとうございます。今後もよろしくお願いします。